はい、今日はボンドショップ来に来ております。ボンドショップにものすごい車が登場したってことなんで、ご紹介できないんで、ちょっといろいろ見てみたいと思います。こちらになります。ここです。なんとアベンタドール SVJ63 が、入庫してございます。はい、なんか1963年、ランボルギーニ創業の年に、ちなんで製作された車、スペシャルモデルみたいです。もう SVJ っていうのは、S、SV のそのさらに上の SVJ です。 SVJ スーパーベローチェリオタ、はい、正解ですか。はい、はい、もうとにかくもうベースになってくるのはものすごいんですけど、さらにそれのスペシャルモデルのことなので、ちょっといろいろ変わってるみたいなんで、いろいろ見ていきたいと思います。で、バンパーとか、まあその辺は SVJ と形は一緒なんですけど、まあ至るところカーボンに、まあこの普通の綾織のカーボンで、もうルーフ全部この辺63ならではのとてつもない、はい、範囲で、このサイズのドライブカーボンはすごいよね。で、まあボンネットとかドアにはこの63のでっかく、で横も全部同じ目のカーボンで、その辺のカーボンは多分メガネ、SVJ と違う、はい、後ろももうなんか車外マウスリーのコンプリートカーのようなこのカーボンの使い方の造形ととてつもないことになっております。そしてここ、これフードが全部取れるのかな、ボンピンになってますね。いやすごい、なんか聞いたらこれ、まあ、合ってるかどうかわかんないですけど、日本1号車っていうことらしいです。で、今回新車でお客様ご納車の前に、裏手にご入庫いただいて、うちの方でいろいろ作業させていただいてからお客様に、ご納車させていただくっていう段取りになってます。で、作業の内容としては、やっぱりこれだけ貴重な車なんで、プロテクションフィルムの施工と、あとマフラー交換の予定が入ってるみたいです。で、ちょっとその辺は追ってお届けしたいと思います。はい、すごいね、これすごいです。スーパーベローチェだから、まあ、超速い、はい、そうだよ、イタリア語で超速い。でもなんかドイツとか日本だとなんかそういう名前つけるとちょっとこうふーんって感じだけど、なんかイタ車だとそれが成立しちゃうっていう、スーパーファストとか、そうそう、スーパーファストとか、スーパーベローチェとかで、イオタっていうのはなんかミューラの、まあ、進化版の車、まあ、開発車両で終わったみたいなんですけど、それにつけられた名前みたいです。なんでもうなんかその当時のなんかそういう流れっていうかな、なんていうかな、ランボルギーニの歴史がこうギュッと詰まった車みたいな。すごいね、これ。ホイール伸びてくっぽいっすよね。ぽいよね、なんか、まあ、ちょっとその辺調べてみないと分かんないですけど、まあ、形は普通の SVJ と一緒なんですけど、これでもカラーもなんかね、なんとかって言ってた気がするな。調べます。はい、すごすぎて。で、基本的にボディカラーはなんかマットのグレーかなんかが標準なんですけど、SVJ の。で、ランボなんで全部オーダーで内装とか外装のカラーとか全部オーダーできちゃうんで、今回のお客様はこのすごいね、このメタリックこのボディカラーで、まあ後でちょっと中も紹介しますけど、白黒のツートンの内装になってございます。ちょっと中見てみますか。はいはい、中すごいです。白と黒、黒ベースだよね。黒ベース、レザーと、あとアルカンターラに白のパイピングと白のステッチ、ステッチもなんかこうクロスのちょっといつものっていうか他のランボと違う感じのステッチの気がします。はい、で、ドアの内張りも、まあ、この辺は SV かな。そうですね、それカーボン、とにかく至る所カーボンで、なんかこのマットのカーボンとツヤありのカーボンがうまくなんか、そうですね、うん、合わさってますね。これもカプリストで見た同じ釜で作られたはずですよ。車丸ごと入っちゃうオートクレーブでね、はい、で、シートのこのバックレストなんかも全部カーボンですね。で、やらしい話になっちゃうんですけど、なんか車の値段が、まあ、この車の価格ちょっとわかんないですけど、まあ、ネットに上がってる SVJ 見積もりしてみましたみたいなのを僕見たんですけど、確か7800万円くらい、はい、なんか普通の SVJ より1800万円くらい高いみたいです。すごい、不動産じゃん、不動産。
で、なんかあとシートの後ろに確かロックサンってでっかく刺繍が入ってるのがあったんですけど、その辺はちょっと僕あの知識がないんで分かりません。あの、あったらちょっとインスタントで入れておきます。すごい車ですねこれ。あとスーパーカー大好きカメラマンに教えてもらったんですけど、なんとこのもうほぼほぼこの形でほぼレーシングカーなんで、この ALA あの動く可変のエアロダイナミクスがもう SVJ ついてるんで、まあ、ブレーキングの時にここがパカッと開いてエア取り込んでこうダウンコースが 40% アップ、はい、横のエアロダイナミクスも考えられて、ここをエアを通してこのサイドのダクトにエアをちゃんと導いてる。そしてリアもこの真ん中ですね、もうなんか戦闘機みたいな形になってますけど、真ん中からエアを取り込んでこのリアのウィングが全部つながってるみたいで、ここからエアを出すと、ウィングの中に空気を通して、でリアのウィングも 40% ダウンフォースアップ、両方で 40%、 あ両方で 40% アップ。だからまあブレーキング時高速、まあハイスピードからブレーキングしても姿勢を乱さないようにダウンフォースをもう思いっきり使ってるっていう仕様になってる。だからもうレーシングカーだよね、はい、いやすごい車です。でちょっとこの後の作業あの追ってお届けいたします。はい、お楽しみに。いよいよなんかマフラー交換の作業スタートしたみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。これエンジンのこのフードっていうかフードはこの丸ごと取れるみたいですね。でやっぱりボンピンで鍵と一緒についてきた車のキーと一緒についてきたあのちっちゃいキーで開けてこれごとガバって取るみたいです、はい、これ多分これだけでも多分3桁いっちゃう勢いじゃないかな。そうですね、そうです。エンジンのカバーもこれ結晶塗装かなんかちょっと触らないんですけど、結晶塗装かなんかで多分ゴールドのようになってます。でも補強も全部カーボンで、ここから770馬力が絞り出されております。で今マフラー交換するんですけど、ちょっとその車の紹介でもちょっと説明したんですけど、この ALA っていうこの電動のそのフラップのやつがついてるんで、かなりバラすのが大変みたいです。やっぱり一回外しちゃうとなんかフィッティングが悪くなっちゃったりとかっていうのもあるみたいなんで、まあ、上からとあと下からやるにもこのディフューザーが全部下まで覆っちゃってるんで、作業自体はかなり大変な作業になるみたいです。あのうちの敏腕メカニック井口くんがこれから頑張って交換いたします、はい、誰もまだやったことがないであろう、はい、そしてあの SVJ センターロックなんで今ちょっとお手伝いをして頑張って外しました、はい、そうとね、はい、こんな感じで、はい、でこちらを回すもうめちゃくちゃでかいトルクレンチもあのボンドグループ全部常備してますんで、はい、そういった車の作業も全部可能でございます。でもさすがに SVJ63 は1号車だからあれだけど、普通に S とか SV はもう何台もマフラー交換してないんですよ。そうだよ、うん、全然違うんだよ、はい、で今ちょうどリフトが上がったんで下回りもちょっとこんなの多分見れるのないと思います。いやすごいなこれ。これってこの白いところって何でできてるの？ペイント？ペイントでした。あ、ペイントだね。わ、すげえ。下もレーシングカーじゃんこんなの。まったいらっすね。すごいね。そしてちゃんとこのカバーがマンソリーのホイールカバー再利用するっていう。これ分厚くていいんですよ。そうだよね、ジャージ並みにこの分厚さ信じられない厚さの、インナーフェンダーもなんかこれ何ファイバーされてますよ、ね、プラスチックかな PP かなんかかな、すごいなこれ。あれで車庫端にするとローダウンするときはこれを変えるんだよね。そうこれを長さ変えられるパーツに交換して、要はこれをもっとこうグッてナックルを上に持ち上げてローダウンする。ホイールはボスじゃないか疑惑が出てるんだけど、なんかぽいよね、でもぽいです。で、フロントのエアロダイナミクスもここからエアが入って、あ、こっから抜けるようになってたね。真っ平らだよ。
すごい。これ SVJ ってナンバー曲がってないんですよ。あ、そうだね、こうじゃないね。これ日本仕様でこのステイがついてくる。日本仕様なのかちょっと分かんない。色が大体すごいよね。超じゃなくてリアルカーボンだね、これ。すげえ。こういう網もちゃんと塗装されてるのがさすが。そうだね、そうだね。作り込みが半端じゃない。ラジエーターのデカさ、すごいな、この車。モーセンばっかりじゃないかな。あー、 APB テックっていうモーセじゃないの、イタリア製。あー、でも JWL も入ってるよ、ちゃんと。へー、すげー、裏の肉抜きも。これセンターロックのこのポッチ引っかかるのでしょ、はい、その脇も全部抜いてある。軽い、めっちゃ軽い。でも思うけど、こういうとこだよね。なんでこうブロンズのホイールにこういう白いウェイトをつけちゃうかな。いや、せっかくこれなんだもん、これもなんか塗ってほしい。確かにブロンズに、せめてグロスブラックとか。そうだね。ちょっとじゃあ続きはまた追ってご紹介したいと思います。あんまり邪魔すると怒られちゃいそう。To get the bag, ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's what money be in my bag. I don't think I for all the shit that I got, I never had. これ付けるマフラーがカプリスト。ちょっとカプリストでございます。カプリストをちゃんと木箱に入って送られてくるんです。ウラカンのレースモデルなんだっけ、ペルフォルマンテじゃなくてエボ。スーパートロフェオか、ウラカンのスーパートロフェオにもう純正供給してるんで、まあ、この辺の車と相性バッチリでございます。でちょっとなんかあまり散らかすと井口君に怒られちゃうんで、ちょっと軽く見るぐらいまで。もうとにかく、まあ、この梱包のやつも見てきましたけど、製品が、まあ、輸送中に傷ついたり壊れちゃったりしないように、もう本当にちゃんとしてるメーカーなんで、まあ、この辺の梱包も完璧ですね。出てきません、はい。すげー綺麗、こんな感じでございます。すごい、全部この溶接跡も焼け取りして、もうパイプも全部ポリッシュをかけてピカピカになってます、はい。まあ、見た目だけじゃなくて、そのステンレスのその錆びにくさをちゃんと復元してるっていう。溶接焼けのまんまだとやっぱりそこからステンレスも錆びてきちゃったり腐食しちゃったりするんで、まあ、その辺も全部ポリッシュをかけて元に戻してあげる。これこそ機能美ですね。すごい。あとは純正でバルブの開け閉め、あ、純正でっていうかカプリストでバルブの開け閉めの、できるようになるんで、まあ、それの付属のリモコンと、コントロールのモジュールがこんな感じのがついてきます。おなじみのノベさんが。おなじみのノベさんやんないんすか、これ。ノベさんやんないんすか。難しい、俺ら難しいな。マンソリー22インチ組めればいけるかもしれないです。そう、はい、やったこれは違うわ。ノベさんこれやったらやばいな。それこそやばいよね。どうなってんだモンド。ブラケットが最後引っかかってる感じ。そう、わうわうわうわすごい。
当たり前だけど SVJ63 のマフラーを摘出したのは井口が初じゃないでしょうか。そうなんですか。すげえ。まあ基本でもこれ SVJ と一緒なんですよ。一緒ないですか。そうだよね、メカニカルなところまで一緒なんだ。すごいな、これ重い。え、これです。あ、そうなんだ。で、ここに新しいマフラーがぶち込まれるわけですね。そうです。すごい、バラバラでございます。で、外したリアバンパーがこんな感じで、結局 ALA もごっそり取り外されております。すごい。ちなみに隣ではバオさんがアルファードですか、ベルファイアですか。どっちかです。どっちかですね。はい。ヘッドランプ交換ですか。ピッチの配線作りです。あ、本当ですか。あ、ピッチメンバーつけてるんですか。おー、なるほど。ソレックスですか。そうっす。そんなこともお任せくださいって感じです。じゃあ、明日には完成しちゃうかも。すごい。ソフラー重いですね。強度多分半端ないよ。違う違う。何層になってるんですかね。10層ぐらいになる。意外にでもこの遮熱のこのシートとかワイルドに貼ってあるんだね。あ、そうっすね。なんかもうレーシングカーの感じがする。カプリストのカッターは変わるんですかね、ここ。どうなんだろうね。なんかでも変わってほしいよ、アルマイトのやつにしたいんですよ。ああ、ジェット機みたいなやつ。ああ、確かにこのボディカラーだったらね、青のアルマイトの出口見えてる。はい、というわけで初日はもう暗くなっちゃったんで、まあ、こんな感じまでをお届けいたしました。明日明後日で多分完成するんじゃないかと思います。まあ、音も含めてまた別の動画でお届けしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。